ダニエル・ゴットロープ・トゥルクは、ドイツ古典派の作曲家、オルガニスト、教育者。トゥルクは、ザクセン選定校寮のクラウスニッツに生まれた。はじめ父から、オルガンの手ほどきを受け、その後ヨハン・アダム・ヒラーの下で学ぶ。初めての専門職にハレ大学を選択したのは、ヒラーの勧めによるものだった。1779年4月18日に、ハレ大学は、 トゥルクの要望を受諾し、音楽理論の講義を開始するのを認めるとともに、彼を大学の音楽監督に据えた。この人形によってトゥルクはドイツで二人目となる大学の音楽監督となった。ハレ大学在職中に、礼拝におけるオルガニストの役割と題する論文を表しており、これは現在でも折に触れて再販されている。 トュルクの部曲やメヌエットには今日なお有名な楽曲がいくつかある。そなたは18曲が残されている。クラシック音楽作品誌において最も注目されるのは鍵盤楽器の教則本である、クラビー・アシュルである。他にカンタータ、ダイ・ヒルチン・ベーデア・クリップズ・ベツレヘムを作曲しており、数曲のオルガン作品や他の合唱作品が奏功のまま残されている。 1783年に、ヨハンナ・ドロテア・ライジン・シンメルップ・フェニヒと、結婚、二次を設けた。カール・レーベと、同じく晴れのフリーメイソンのロッチ、ズデンドライ電源に所属していた。1813年に病に倒れ、肝臓病によりこの世を去っている。 中力に最初に演奏法を教えたのは父であり、その後ドレスでにて、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの弟子であるゴットフリート・アウグスト、ホミリウスに指示した。生来の優れた教師であり、彼の文下からは、フリードリヒ・クリスティアン・ヘルマン・ウーバー、カール・トラウゴット・ツォイナー、ヨハン・フリードリヒ・ナウアー、カール・レーベラが排出している。ありがとうございます。